オオカミの日が好き。はいはいはい、結構笑ってましたね。はい、で、まあ、これで何をしようかなというのは、別に正解ね、外れがあるわけじゃありません。正解不正解はなくてですね、ちょっと占い的にいこうかなと思いまして、このブナの日、地道にコツコツ成長するタイプです。寿命がね、長く大きくなるということで、まあ、コツコツ型の人がね、選んだんじゃないのかななんて、まあ、どこまで合ってるか分かりませんけども、そういうことにしましょう。そして次、ポ、チャンスをね、虎視眈々と狙うタイプということで、上書きだけではぐっとね、成長するタイプです。まあ、上級生が早くいなくなったらいいのにななんて思っている人もいるかもしれないですよね。はい、今の2年生、1年生結構多かったんじゃないでしょうか。はい。水なら、しっかり貯金をするタイプです。上が切られてもね、また新しく伸びる引こばえっていうのありますよね。はい。コツコツ貯金派。はい。狼の木、まるで公務員体感、上昇志望が大好きだと言ってました。全然違う。いや、でも心の奥底はそう思ってるのかもしれません。まあ、全然、心境